テスト36、ヤーシーン。ヤーシーンの一条。完全無欠なの一条、クルアーン・アスタリスクに誓って。本当に、ムハンマド・アスタリスクよ、あなたはまさしく、使徒・アスタリスクの一人。まっすぐな道、イスラーム・アスタリスク、の上にある。アッター・アスタリスクは、クルアーン・アスタリスクを、威力並びなくアスタリスク、慈悲や招きアスタリスクを方の下されたものとして、お下しになった。それは使徒アスタリスクよ、あなたの到来以前に、自分たちの先祖が警告されておらず、信仰と正しい行いアスタリスクにおいて、無頓着になっている民の一条に、あなたが警告するため。真理を知った後に拒否した、彼らの多くには、すでに、懲罰という、御言葉が確定した。彼らは、信仰しないのだから。本当に我らアスタリスクは、彼らの首に枷をつけた。それは彼らの顎に至っており、彼らの顔は上を仰がされた状態にある。の一条。そして我らアスタリスクは、その不信仰と傲慢さゆえに、彼らの前に障壁を置き、その後ろからも障壁を置きの一条、彼らの目を覆ったに。それで彼らは、聖堂を見ることがない。使徒アスタリスクよ、あなたが彼らに警告したとしても、警告しなかったとしても、彼らにとっては同じこと。彼らは信じはしないのだ。本当にあなたは教訓、クルアーン・アスタリスク、に従い、まだ見ぬままに慈悲や招きアスタリスクを語、アッター・アスタリスク、を恐れるの一条者にこそ、有効な、警告をするのである。ならばその者には、罪の、許しと、尊い褒美にの吉報を伝えよ。本当に我らアスタリスクは、復活の日アスタリスク、死者たちに生を与えるのであり、彼らが、現世で、言っていたことと、その奇跡の一条を書き留める。そして我らアスタリスクはすべての物事を、明らかなる規範にの中で数え尽くしておいたのである。L。使徒アスタリスクよ、彼ら、シルクアスタリスクのと、に、一つの例えを挙げよ。町の人々の話を、使徒たちが、そこへとやってきた時のこと。我らアスタリスクが彼らに、アッター・アスタリスクへの信仰と、シルク・アスタリスクの放棄へと招く、二人の使徒を遣わし、彼らが二人を嘘つき呼ばわりした時のこと。それで我らアスタリスクは、その二人を、三人目の使徒で強化した。すると、彼ら、使徒たちは言った、本当に私たちは、あなた方へと遣わされたものなのです。彼ら、町の人々は言った、あなた方は、私たちと同様の人間に過ぎない。そして慈悲や招きアスタリスクを語、アッター・アスタリスクは、啓示など、何一つ下してはいないのだ。あなた方は嘘をついているに過ぎない。彼ら、使徒たちは言った、我らが思うアスタリスクは、本当に私たちがまさしく、あなた方に対する使徒であることをご存知である。そして私たちの義務は、啓示の明白なる伝達に異ならない。彼ら、町の人々は言った、本当に私たちは、あなた方を不吉に思うの一条。もしも、あなた方が、私たちをあなた方の教えに招くのを、止めなければ、私たちは必ずや、あなた方を、石で、打ち殺してやろうに。そして、きっと私たちからの痛ましい懲罰が、あなた方に降りかかるであろう。彼ら、使徒たち、は言った、あなた方の不吉のもとは、あなた方のところにあるの一条。
たとえ教訓を与えられたとしても、あなた方は私たちを不吉がり、私たちを脅すのか。いや、あなた方は、罪と嘘呼ばわりにおいて、度を越した民である。そして、彼らが使徒たちを手にかけようとしたとき、町の一番遠くから、一人の男が急いでやってきた。彼は言った、我が民よ、使徒たちに従うのだ。あなた方に見返りの一条を求めない者に、従え。彼らは導かれた者たちなのだ。それに私が、自分のことを創生してくださったアスタリスクお方をあがめない、などということがあろうか。彼のおもとにこそ、あなた方は戻らされるというのに。一体私が、彼を差し置いて、外の神々の一条を選ぶというのか。もし慈悲や招きアスタリスクお方、アッターアスタリスクが私に害悪をお望みになれば、彼らの取りなしは私を何一つ益することもなく、彼らは私を救ってもくれないのに。そんなことをすれば、本当に私はまさしく紛れもない迷いの中にある。本当に私は、あなた方の主アスタリスクを信じた。だから、私に耳を傾けるのだ。彼はこうして殉教した後、こう、言われた、天国に入るがよい。彼は言った、我が民が、知っていたらよかったのに。私の信仰と忍耐アスタリスク、使徒アスタリスクたちへの追称ゆえに、我が主アスタリスクが私をお許しになり、私を栄誉高き者たちの一人としてくださったことを。我らアスタリスクはその男の使徒、使徒たちを嘘つき呼ばわりした、後、その民に対し、天から天使アスタリスクの軍勢など下すまでもなかった。我らアスタリスクは、人々を滅ぼすため、わざわざ天使アスタリスクを下すものではなかったのである。それは、とどろく、一声に過ぎなかった。そしてどうであろう、彼らは生き絶えたものとなってしまったのである。復活の日アスタリスク、懲罰を目の当たりにした時の、僕たちの悲痛よ。使徒アスタリスクが彼らの元を訪れれば、彼らは決まって彼、使徒のことを嘲笑したものだった。一体彼らは、我らアスタリスクが彼ら以前にどれだけ多くの世代を滅ぼしたのかを、見なかったのか。彼らは、現世にいる彼らの元に戻っては来ない。そして、それら滅ぼされた世代の、すべてのものは、復活の日アスタリスクには、例外なく、我らアスタリスクのもとに、清算のため、連れて来られるのである。また、死んだ土地は彼らへの未調の一条である。我らアスタリスクはそれをいぶかせ、そこから種粒を生育させ、あなた方はそこから食べるのだ。また、我らアスタリスクはそこに、夏目やし、ぶどうからなる果樹園を設け、そこに泉を噴出させたのである。それは、彼らが果実から食するためへそれを作ったのは、彼らの手ではないの一条。彼らは、この恩恵に感謝しないのか。大地から生育するもののうちに、あらゆる種類をお作りになったお方にたたえアスタリスクあれ。そしてあなた方自身の一条のうちと、あなた方の知らないもののないにも。また、夜は彼らへの未調の一条である。我らアスタリスクがそこから昼を剥ぎ取ると、どうであろう、彼らは真っ暗になってしまう。また、その泊まり場の一条へと進みゆく太陽も、彼らへの未調。それは威力並びないアスタリスクお方、全知者のお定めなのだ。また、月も、我らアスタリスクはそれが、細い三日月から満月となり、二
再び、古い茎の一条のように戻り行くまで、毎晩の、その諸々の宿り場を定めた。太陽が月に追いつくことはありえず、夜が昼に先駆けることもない。そしてすべては、その軌道を走る。また、我らアスタリスクが彼ら、アーダムアスタリスクの子ら、の子孫を、各種の生き物で、満載された船の一乗で運んだのも、アーダーアスタリスクのみが崇拝アスタリスクされるべきことを示す、彼らへの未兆である。また我らアスタリスクは彼らの一乗にも、彼らが乗る、それと同じようなものを作った。もし我らアスタリスクが望めば、彼らを溺れさせるのである。そして彼らにはいかなる救助者もなく、救われることもない。しかし、我らアスタリスクからの慈悲ゆえ、そして彼らに定められた時の一乗までの楽しみゆえ、彼らを無事に運行させるのだ。また、彼ら、シルク・アスタリスクのと、に、あなた方の前にあるものと、あなた方の後ろにあるものの一乗を恐れアスタリスクよ、それは、あなた方が、アッダー・アスタリスクから慈しまれるようにするためなのだ、と言われれば、彼らは背を向け、それに応じなかった。そして彼らの主アスタリスクの未兆の一乗のうち、いかなる王朝が彼らのもとに到来した時でも、彼らがそれに背を向けないことはなかったのである。また彼らに、アッダー・アスタリスクがあなた方に授けたものから、施しのために、費やすの一条のだ、と言われれば、不信仰に陥った者アスタリスクたちは信仰する者たちに、こう、言った。もしアッダー・アスタリスクがお望みになれば食べさせた賜った者に、私たちが食べさせるというのか。にあなた方は確かに、紛れもない迷いの中にいるさん。彼ら、不信仰者アスタリスクは、言う、復活の、この約束はいつなのか。もしあなた方が本当のことを言っているのなら。彼らは、彼らが、現世の生活において、議論し合っている最中に自分たちを、突然、襲う。とどろきの一声の一乗を持っているに過ぎない。そして彼らは、その時、誰にも遺言できないし、家族の元に戻ることもできない。の一乗。そして、二度目に、角笛に吹き込まれるとの一乗。どうであろう、彼らは墓から出てきて。自分たちの主アスタリスクの大元へと、急いで馳せ参じていく。彼らは、無念がって、こう、言うのだ、我らが災いよ。の一乗私たちを、私たちの寝床から蘇らせたのは誰だ、すると、彼らにこう言われる、これが、慈悲あまねきアスタリスクお方、アッダーアスタリスクが約束されたまい、死とアスタリスクたちが正直に語ったものである。復活は、とどろきの一声に過ぎなかったのだ。そしてどうであろう、彼らは皆、生産と報いのため、我らアスタリスクのもとに連れて来られるのである。この日、人は少しも不正アスタリスクを受けることがない。そしてあなた方が報われるのは、自分たちが現世で言っていたことによるもの以外の何者でもない。実に天国の住人たちはその日、様々な安寧に危機として忙しい。彼らとその妻たちは日陰におり、寝台に寄りかかっている。彼らはそこで様々な果実があり、彼らには自分たちが求めるあらゆるものがある。慈愛深きアスタリスク主、アッダーアスタリスクからのお言葉、あなた方に平安あれという挨拶も、の一乗。そして、不信仰者アスタリスクたちには、こう言われる、
この日、あなた方は、信仰者たちから、離れていよ。罪悪者たちめ、の一条。アッダー・アスタリスクは彼らに仰せられる。アーダム・アスタリスクの子らよ、一体我は、死とアスタリスクたちを通じて、あなた方に命じなかったのか。シャイターン・アスタリスクを崇めるの一条のではない、と。本当に彼は、あなた方にとって紛れもない敵なのだから。また、我、のみ、を崇拝アスタリスクせよ、と、命じなかったのか。これが、我が喜びと天国へと至る、まっすぐな道なのである。また、彼、シャイターン・アスタリスク、はあなた方のうち、多くの創造物を迷わせたの一条。一体、あなた方はわきまえていなかったのか？これが、あなた方が、現世で、約束されていた地獄である。あなた方は今日、自分たちが不信仰であったことゆえに、そこに入って炙られよ。今日我らアスタリスクは、彼ら、シルクアスタリスクのと、の口を封じる。そして彼らが稼いでいたもの、罪、については、彼らの手が我らに話し、その足が証言するのである。の一条。また、もし我らアスタリスクが望めば、彼らの目を消すこともできるのだ。そうなれば彼らは道を競い合うが、どうして彼らが、道を、見ることができるだろうか。の一条。また、もし我らアスタリスクが望めば、彼ら、の創造、をその場で変異させてしまうこともできる。そうなれば彼らは進むこともできなければ、戻れもしない。の一条。また、我らアスタリスクが長生きさせるものがあれば、我らアスタリスクはその創造を逆転させるの一条。一体、彼らはわきまえないのか？我らアスタリスクは彼、預言者アスタリスク、ムハンマドアスタリスクに歌を教えたりはしなかったし、それは彼にふさわしくないこと。それは教訓と、解明するの一条クルアーンアスタリスクに素とならないのだ。それは、彼が、心の、生きているものの一条に警告し、不信仰者アスタリスクたちに御言葉が確定する似た目のものなのである。そして彼らは、我らアスタリスクが彼らのために、我らアスタリスクの手が成したものである家畜を創造したのを見なかったのか。彼らはそれらの所有者なのである。そして我らアスタリスクは、それら、家畜、を彼らのために仕えさせた。そのうちには彼らの乗り物があり、また彼らはそこから食べるのである。また、そこ、家畜、には彼らにとっての、別の、利益の一条と飲み物にもある。一体、彼らは感謝し、て、アッダーアスタリスクのみを崇拝アスタリスクし、ないのか。彼ら、シルクアスタリスクのと、は、アッダーアスタリスクをよそに、崇める、神々の一条を選んだ。自分たちが、それらによって、アッダーアスタリスクの懲罰から、助けられるように、彼ら、それらの神々、は、彼ら、その崇拝者たち、を助けることなどできない。彼らは彼らのために、立ち合わされた兵隊であるというのにの一条。ならば、死とアスタリスクよ、彼らの言葉の一条に悲しんではならない。身に我らアスタリスクは彼らが秘密にしていることも、あらわにしていることも知っているのだから。一体、復活を否定する人間は、我らアスタリスクが彼を一滴の精液から作ったの一条のを見なかったのか。なのにどうであろうか、彼はあからさまな反論者であるに。そして彼は自分自身の創造を忘れて、我らアスタリスクに対して、許されない、たとえの一条を挙げた。
彼は言ったのだ。誰が、朽ち果てた骨に生を与えるというのか。言ってやれ、それを最初にお作りになったお方が、それに生を与えられる。枯葉、すべての創造についてご存知のお方。枯葉、あなた方のために、湿った、緑樹から、火を生じさせられるお方の一条。そしてどうであろう、あなた方はそこから火を起こすのである。一体、諸天と大地をお作りになったお方は、彼らと同様のものを、再び、お作りになることができるお方ではないか。いや、彼にはお出来である、そして枯葉創造主、全知者であられるのだ。本当に彼のご命令というものは、彼が一時をお望みになったとき、それに、あれ、と仰せられるだけで、それは存在するのである。ならば、たたえアスタリスクあれ、そのお手にこそ、すべてのことの絶対なる王権が属するお方に。そして彼のおもとにこそ、あなた方は戻らされるのである。